りんちゃんいらっしゃい、こんばっち、ゆずりんごちゃんもいらっしゃい、あ、れんさんいらっしゃい、ありがとう。ちょっと待って待って待って、え？は？は？ちょっと待って、誰かいたんだけど。誰かいた、怖い。どうした？誰かいた。なんか私の画面だとみんな下半身埋まってんだけどな。出てきた出てきた出てきた。あらら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 。その声で下半身埋まってるんだけど。お前ら下半身埋まってるじゃねえか。番長さん、黒ひげみたいな声だって。お、言われますよ。そうだね。おお、人の夢は終わらねえみたいな。ちょっとね、多分うるさいと思う。あ、いいっすよ、全然。そう、ちょっと前、マイク離れるんで。全然ちょ、降りたら、降りたら。降りたらね、はい。このタイミングでちょっとやると、ちょっと。お前何やってんだよ、なんか。いいっすよ、はい。いや、自分ではね、似てると思わないけどね。だったら俺だって小梅太夫似てないと思いますよ、自分の中で。小梅太夫に似ちゃ言えない。小梅太夫に似てるって言われるの。そう。なんか俺がちょっと、なんか女性っぽい声出すと、いや、それ小梅太夫やんって。ちょっとやってください。じゃあ小梅太夫に寄せて、じゃあやりましょうか。了解しました。チャカチャンチャンチャチャンチャチャンチャンチャンチャカチャンチャンチャチャンチャチャンチャン、リスナーに女声をやれと言われてやったらコウメでした。チックショー、似てるね。それはもう完全にコウメだ。でもね、自信持って言え、なんか言いたくない。なんか小梅できるんですよ。まあ、小梅、小梅、俺、もう小梅でできるんだよね。え、何の小梅ができるの？え、私あんまね、有名じゃないかもしれないから、あ、でもどうだろうな。え、な、でも誰？小梅太夫。それこそまさに畜生って感じ。あ、そう、うまい。中村さん、他にモノマネでき、何できますか？あの、低燃費ハイジの、あの、クララのモノマネ。なんでその女の子寄りになるの？やめなさい。3バックありますよ、ここ。今夜の日曜洋画劇場。今夜の日曜洋画劇場。もうやめてくれる。あのさ、俺の後に待っといてくれる。今夜の洋画劇場。ダメだ。今夜の日曜洋画劇場。ちょっとなんかジャック・バウアーみたいな。お酒と思ってる。え、ジャック・バウアー似てる？嘘。もうちょっとね、こう、力んで柄を強くすればいけそうな。そう、なんか探し方が面白いね。探し方が草生えちゃう。なんだろうな、中野さん何の声ができるかな。なんかアニメのキャラクターの声とかいけそうな気がしますけどね。ちょっとサンジとか、ワンピースのサンジとかちょっと試したんですけど。もうやってください、ぜひ。やるから、ちょっと待って、今入れてたから、俺の中に、ね、30入れてた。憑依があったりしてた。そうそう、憑依してたから今。タバコの火。あ、ちょっとダメ。あ、でもなんか今逆に。これ笑っちゃいけんな。ローっぽかったですけどね。あ、マジっすか？え、ローめっちゃ嬉しい。声を抜き気味の抜き気味のジャンプがシャンプス。いや、違う違う、全然違う。麦わらや。おー、まあ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 、遠くないですよ。麦わらや。あのね、芦田愛菜だよ。全然違う。マネージャーが使えないの。声真似をするときにこう自分で変な声をこう探すんですよ。自分で、あーっつって。あー、はいはい。こう高い声とか、はーとか出してって、その中で自分の中にいるキャラクターを探していく。あー、そうなんだ。じゃあちょっと調べて、ちょっとやっちゃっていいですか。いいですよ。
端なその、初っ端なその感じいきますよ。あんた。なるほど。あんたやるわね。おお。一番低い声は。おおって言われてちょっと。一番低い声。一番低い声。おお。あれ。お前。おお。おお。じゃあもうちょっとこう力みながらこう例えばあーあーみたいな。あーあー。おお。苦しそうだね。